今年は豊島区が誕生してから80年です。10年後の豊島区はどんな街になっているのでしょう。そんな未来を作っていく豊島の子どもたちの元気な姿を紹介します。こちらは豊島区東池袋にある生活産業プラザの地下展示場です。皆さん熱心に何かを作っているようですが、塔を編んだりハンカチに絵を描いたりしていますね。今日こちらで行われているのは夏休み親子伝統工芸教室です。夏休み親子伝統工芸教室は区内10業種22名の伝統工芸士から構成される豊島区伝統工芸保存会と豊島区が小学校の夏休み期間中に毎年開催している伝統工芸品の制作を体験できるイベントです。工芸品を一から作り上げることを通じて長年培われてきた伝統工芸の良さを再認識してもらうとともに、伝統文化を受け継いでいくことの大切さを感じてもらうことを目的に行われています。平成9年から開催を始めて今年で16年目。毎年応募が殺到し満員になるほどに人気があります。今回は2つのグループに分かれて、それぞれ手書き友禅と陶工芸に挑戦します。講師は東京手書き友禅の土田秀彦さんと東京陶工芸の渡辺勉さんのお二人です。手書き友禅グループはハンカチ作りと友禅染めに挑戦します。ハンカチにマリのような桜の文様で、どんな色でも配色次第で地味にも派手にもなるというね、やり方をしたんです。色の好みというのはみんな違いますから、その持っている色を自分の通りに出せるかどうか、非常に難しい技術ですね。でなぜそういうことをしたかというと、一度そういうことを経験すると非常に後々勉強になると思いまして。陶工芸のグループは定差しと枕作りです。やっぱり夢をいっぱい手紙に書いて入れてもらったり、そういう夢を子供に与えたいなということで定差しを考えて、今年は節電で、できれば塔の枕も涼しいだろうという考えでやらせていただいたんですけど、昔ながらの技や素材で作り上げる自分だけの伝統工芸品、こんなに素晴らしいものが手作りでできるんですよ。愛着も湧きますよね。できました。どうですか、皆さんも伝統工芸に興味を持たれたでしょうか。このあと10月の25日から27日までの3日間、豊島区民センター1階で伝統工芸展が開催されます。今年は伝統工芸保存会の結成20周年にあたり、伝統工芸士の皆さんもより腕に磨きをかけた作品を公開する予定です。また来年3月開催の第6回豊島ものづくりメッセにも出展予定です。この機会に皆さんぜひお越しになって匠の技に触れてみてください。さて、未来へのバトンをつなぐ子どもたちに将来の夢を聞いてみましょう。工作の先生です。靴屋さんです。大事やったんです。サッカー選手です。
科士さん、発明する人、人間と同じくらいのロボット作りたい、バレリーナ、プロサッカー選手、体操選手です。オリンピック選手にもなりたいです。あ、保育士、自然を大切する人になりたいです。子どもたちに日本の良き伝統を未来に受け継いでもらいたいものですね。頑張れ、豊島の子どもたち。